友達、しおりちゃんを引き連れて、人影が大好きな、はい、しおりちゃんなんですけれど、でね、もって、その人影が大好きなしおりちゃんのために、ためにでいいのかな私のためにもあるんですけど、やってきた、都立の小山内裏公園でございます。なんか、スーナとか確定ではないみたいなんですけど、なんか出るみたいな。まあ、検証がてら、二人で、一緒に、探索しつつ、人影をゲットしに行きたいと思います。人影の愛、語らなくていい？あー、そうですね。これは私が普段からめっちゃ好きなんだけど、やばいやばい。これね、ポケモン GO とかがね、始まる前からつけてるくらい好きで、人影というよりは、リザードンが好き。さっき名言残して、リザードンみたいな男性と交際がしたいですっていう発言してました。そうです。理想の男性は、リザードンみたいな男性。ぜひ、いらしたら。はい。教えてください。紹介するんで、リザードンみたいな男性求めてます。はい。はい、じゃあ、行こう。行こう。あ、見た。撮られてます。撮っております。小山代理公園は松田の公園なんですけれど、まあ、東京にもこんな場所があるのかと。前回、葛飾区の水元公園にタワーを撮りに行った時も感じたんですけど、自然いっぱい。ね。超いっぱい。びっくりする。だって、なんか森だもんね。まあ山登るかな、みたいなね。やっぱ思うのは東京って結構、森というか緑少ないって言われてるけど、緑多いなってすごい思うんですよね。うん、多い。ね、多いよね。多い、多い。ここでいきなりなんですけど、おい、出ました。お、出ましたー。人影ー。やばい。かわいい。影も結構3つもあるので。お、お、お、めっちゃ出てる。あ、じゃあしおりちゃんの画面で、ゲット画面。ゲット、片手でできるか。へい。しかも普通のモンスターボール投げちゃった。うん、え、大丈夫じゃない？いけるかな？おー、モンスターボールでしかもいけた。いけたー。480個。どんな？どうだろう。はい、ふみちゃん。ふみちゃん、いかれ。ちょ待ってね、ちょ待ってね。精神統一しないとね。えい。もっとゲットなるか。でもカメエルの羽と耳のこのくるんってところと、うん、あ、ゲットした。お、よかった。イエーイ。あ、一緒だね。そう、一緒です。そう、マミちゃんとはね、レベルが今ね、ちょうどね。そう、一緒だから、21同士。うん、そう、20。頑張ろう。頑張ろう。残念な感じですけど、これ。こっちね、出てるんだけどね。で、こっち出てるよね。うん、あと、まだ2匹が。近くにね、ね、いるから頑張ってゲットしていこう。頑張ろう。ちょっと今日中にね、目指せリザードン。目指せ理想の男性。そう、本当に。はず。はぁ、あ。もう。暑い。青い空。白いマミコ。ちょっと焼けちゃったけど、そっち来ると思わなかった。ちょっとね、他に なんかあったかな。生い茂る緑とか言おうかなと思ったの。あ、そうだね。白いマミコだった。オッケー。お散歩がてら。ね。まったりと。まったりとね。人影をゲットする旅。いいですね。健康的だしね、歩くことは。ね、話してると結構あっという間にね。うん、そうそうそう。距離がね。そうなんだね。白卵欲しいな。落ちないかな。あ、おや。おや？お、お、お、お。うん。なんか芋虫みたいな。気のせいかな。いや、まあ、スピアにしてあげたいと思います。優しい、優しい。コクーンではやめないと。うん、スピアにしてあげる。スピアにしてあげる。すごい、女神のような優しい心を持ってるね。私はコクーンで止めます。かわいいまだゲットしてない。あ、人影出た。嘘。出た。あれ？目の前あたりにね、多分ね、ビール。出るかな。むずいのにあげちゃう。いっぱいあげるよ。
うん、弾かれた。真剣。真剣ですね。真剣そのまま。切った？切った。ああ、そう。うん。ねえねえ、カーブボールうまいんだけど、なんかしおりちゃんめっちゃうまいんだけど。これ、だからね、ここ2、3日で急にちょっとできるように。やばい。でも出てくる。あれ？この手つき。この手つきね、教えて、友達に教えてもらった。いいの？後で教えてもらおう。あ、行ったんじゃない？来たー！ゲット。ゲット。ゲットだぜ。ポケモン、ゲットだぜ。チャララ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 って始まるよね。ちゃっちゃっちゃ。松本里香も結構好きで。あ、いいよね。松本里香さん。サトシね。もうね。いいよね。いいよね。いいよね。友達とね、カラオケでね、うん、OK とライバルはね、歌ってたね。いや、OK めっちゃいい歌だよね。ライバルもいい歌だよね。ライバルもめっちゃいいんだよ。めっちゃいいんだよ。あの、ね、あの世代だよね。うん。そう。あれ？ハイドロポンプ、メガトンパンチっていうのが、が、ピリッコミシロ、届いて、シャララララ、すぼんで、汗拭き、握手しよう、おー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 、時流れは不思議だね、ちゃんちゃん。そんな、俺の、ライバルたち。ライバルか。ライバルです。長い。オッケーはだって、オッケー！あ、そうだね。次へ進もうで、ね、そう。完全に周りから、ただのポケモン好きじゃんって思われてる。うん、まあ、間違いない。間違いない。ね、興奮しすぎて今汗めっちゃかいたから。はい。というわけで、まあ、今日暑かったんでね、休憩も挟みつつ、1時間半ぐらい歩いたのかな。歩いた結果、人影、5体ぐらいゲットしました。あんまりね、捕まらなかった。影は見えたんだけどね。影はね、見えたんだけど。うん。何せ本当に暑かったから、本当に休憩を挟みつつ、ね、水分も取ってね、やってたんで。うん、皆さんもね、小山代理公園に来るときは、ちょっと待って、今、ブルって震えた。何？あ、2度だもんか。一応、じゃあね、大事。そう、山帰り公園に来る際は、もう、暑い日はなるべく、まあ、避けた方がいいと思うし、あとは、暑い日でもどうしてもこっち来たかったら、もう、一日コースで、休み休み、気をつけて、熱中症にね、なったら元も子もないんでね、で、探してほしいなと思います。はい。で、なんかね、ここら辺に出るから、トカゲ、この道ら辺に。なんで訪れる際にはここら辺をね、ぜひ歩いてみてくださいね。人影主張してるんで。本当は今日ね、リザードンにするって息巻いてたので。そうなんです。しおりちゃんはそうなんです。ちょっと昇進中です。不本意、不本意リベンジをどこかでね。そうだね。できたらいいな。今度は鹿がフラワーパークに行こうかなと思って。ガチです。うん、次こそ、リザードン。ゲットだと。はい。はい。というわけで、チャンネル登録、ツイッター、フォローをよろしくお願いします。下の説明欄に書いておくので、よろしくお願いします。こんな感じで、ありがとう。まあ、これからもね、多分、一緒にポケモン GO を探してると思うんですけど。よろしくお願いします。では今日もご視聴ありがとうございました。またね。